この実況を見るときは、部屋を暗くして、画面に近づいてみてくれよな。おー、なんかビオランテ先輩が、おーっと、三色比竜はリスナーさんっぽいですね。ビオランテ先輩はどうだ？ビオランテお姉さんは？あー、平和協定やってる、平和協定やってる。おー、よかった。よかった。いきなり突っ込んでくるもんだから敵かと思ったじゃないか。じゃあ、おー、じゃあ、とりあえず K の大ボケ見るまで。おー、お前ら怖えな。お前ら怖えな。おー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 おお、なんか画面真っ暗になったけど、どうした？大丈夫かな？おお、大丈夫かな？録画の方でも真っ暗になったな。ほってー、安全な壊し方だね。とりあえず、K の大冒険ビルの方に行こうぜ。行こうぜ。おお、重いな。重たいな。大丈夫か？てか、さっき画面も、おお、まい、おお、すっげー光景だな、これ。見て、この光景。ちょっとカーブ張ります。カーブ張ります。はい、直進。はい、直進。もうなんなら走っちゃおう。はい、廊下は走らないように。はい、すいません。はい、すいません。すいませんでした。廊下じゃねえよ。道路だよ。路面だ、路面。よし。大冒険ビルに到着。ここのステージといったらここですからね。皆さん、覚えておくように。ここテストに出るよ。壊せないよ。ビオランテ壊せないよ。触れてるぞ、お前。大丈夫か？よし、じゃあこのアングルかな？おー、ビオランテやばいね。はい、撃ちましょう。ビオランテちょっと見えない。ちょっとビオランテさん見えないっす。ビオランテ先輩見えないっす。どうしよう。こうかな。こうでしょ。きたー。まあ念のためもう一丁やっとく。違うアングルでやっとく。ここでやるか。重てー。なんだ、どうした。大丈夫かー。じゃあ次このアングルでいこうか。いきます。さあ、どれが3枚になるか。おっほ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 、最初の1枚でいいや。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。バカ野郎、お前バカ野郎。ビオランテ、ビオランテー。まったく面白いわこれ。だからゴジラ VS はやめられない。お、どうした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 、バトらないのか。お、なんだこの重さ。どうした、あれかな、やっぱ休みだからいろんな人がゴジラベースプレイしちゃって回線がちょっと混み合っちゃってるのかな。多分俺的にそう思う。おお、表めちゃくちゃ表。大丈夫か。ビオランテさん、ビオランテお姉さん、こっちを見て。ビオランテお姉さん、私の合図に気づいてください。重いね、重いね、すごく重いね。君の愛情も重そうだ、そして体重も重そうだ。てかビオランテお姉さんの体重がすごくやばそうだ。うん、ダイエットしなきゃね、お姉さん。あ、そんな怒んない、そんな怒んない、ごめんって。本音言ってごめんって。いや、さすがにそれちょっと太りすぎだぜ。お腹なんて見ておらんよ、もう。妊婦ですかってくれ。よしよしよし。なんか許可もらってるからやるか。オーケーオーケー。いや、やりましょう。はい、始まり、始まり。はい、始まり、始まり。とりあえず私、ど真ん中行って。んで、これやります。おー。次そっちや。おーっとっと、危ない。これがいいんじゃないか。おー、うまく防いだ。お、なんか俺当たってねえぞ。あっぶね。ちょすげえとこにやってな。じょーこれはひでえ。こいつはひでえな。ほいほい。おーっとっとっと、引きずられた、引きずられた。どうも、おはようございます。夜だっつうの。このゲーム思いっきり夜だっつうの。てか、撮ってる時間も夜だっつうの。いてっつうの。いて、いて。うお、ビオランテ押すなぁ。いて。待って、近づけないときどういうこと？流れ玉がひどいぞ。ちょっと俺も入れさせて、その間。おーっと、危ねえ。急ブレーキ。おっぶねえ。危ねえ。おー、なんかすげえバトルになってんぞ。でん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 。おー、なんか、ちらほら重いっすね。同じ日本人だと思うんだけど、ね、回線、どうなってんのかな。ほい。ほい。うーっと。
おお、ぴったり。おお、おお、うまい。おお、おお、超うめえ。おお、めっちゃうめえ。まずい。ミサイルね、痛くないと思いきやね、痛くねえと思ってちまちま食らってっと、なんかそのうちだいぶ食らってっからさ。あの、だいたい、おーっとっと、待って、近づけねえな。近づけねえぞ。おー、いてえ。なんか流れ玉とかさ、なんかビオランテのさ、端っこの触手がさ、当たりまくってよ。結果、このて、このね、HP ですからね、どうしましょう。おー。おー。HP の差的に私の方を狙った方がいいんじゃないか。逃げろ。よいしょ。さあ、間合いを取って。間合いを取って。おっと、おっと。まさか背中を向ける。まさか背中を向ける。さあ、どうしよう。おっと、レールガン。今食らった？ねえ、三色いる、あとちょっとだもんね。狙いに行く？挨拶返すか？おお、思いっきり警戒している。どうだ？だいぶ入ったぞ。おーっと、あと一発で死んじゃう。これはどうしようか。なんかだいぶ、あっと、おーっと、耐えるが多分次残ってんじゃないか。撃たれるんじゃないか。ビルの影からレールガンが、おーおっと。ではここは優しくやってあげよう。食べないでね、顔。顔食べないでね。映画さながらのことしないでね。てっ、うん、てっ、うん、うわ、てっ、てっ、あ、だ、だよ。バカロー。愛情がすげえ、愛情がすげえぞ。うわあ、おお、それでもダメか、まだ来るか、まだ来るか、これご利用されて終わるかもしれない。行って、あかん、これあかんぞ、これあかん、ちょ、あかん、あ、ちょ、行って、んと、おお、おお、これやべ、これやべ、おお。おい、こら。ま、遊んでた俺が悪いんだけどな。いやー、楽しかった。まあちょっとね、今回ね、すいません、ちょっとね、都合上ってなんだよ。都合上により、ちょっと時間がありませんので、ちょっと今回、この1回戦で終わらせていただきたいと思います。まあね、今回、負けてしまいましたが、ね、その分、リスナーさんと一緒にね、楽しめたということで、全然悔いはありませんので、大丈夫です。はい。ね、リスナーさんと一緒にね、遊ぶことがね、もう、僕の喜びなので、今回とても楽しかったと思います。よかったらね、まだ買っていない方いましたらね、よければね、まだ、手の届く位置にあるんじゃないかな？値段的には。うん。まあ、値下げもしたんだと思うしね。うん。ただ、ゴジラ VS っていうこの PS4 のゲームがね、もう数少ないので、出回ってることがほぼない。てか、ほぼお店に置いてないかな。でも前なんだっけ、コメントをよくしてくれる長文で書いてくれる方が言ってたんですけども、ヨドバシとかにあったのかな？なんか電気屋さんにありましたよ、見かけましたっていう風に一声かけてくれたのでね、もしかしたら、そういうゲーム屋さんでなく、そういう穴場があったら、見つけてみてはいかがでしょうか。はい。とても楽しいゲームなのでね。ちなみにね、このゲーム僕的には2021年くらいまで、やろうかなって思ってます。まあ、なんでかっていうと、2018年に、ね、ハリウッド版のゴジラの映画やるじゃないですか。そして、2020年に、またしても、ハリウッドさんが、ね、ゴジラの映画作るということで、まあ、2021年くらいがちょうど潮時かなってくらいなので、そこまでやります。まだずーっとやりますんで。はい。今買っても、Kさん、もしすぐ辞めちゃったらどうしようかなっていう心配はまずないです。
はい。まだ3年は続くか、確定で。うん。はい、ってなわけでね、ここら辺で終わりたいと思います。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。